ヤスナグラ修道院は、ポーランドのチェンストホバにある、聖母マリアに捧げられたカトリック教会の修道院で、ある、ポーランド中から巡礼が訪れる。ヤスナグラの聖母と呼ばれる、声は、奇跡的な力を持つとされており、ヤスナグラ修道院の最も貴重な宝とされている。1382年、オポーリコーブワディスワフ・オポルチクに招かれて、 ハンガリーからやってきたカトリックの司教団が建設した。この辺りでは、最も重要とされる聖母、マリアの遺恨があるため、数百年にわたって、巡礼地となっている。安桜の聖母は、数々の奇跡を起こしてきたとされ、数形されている。例えば17世紀の大洪水時代に、スウェーデンに侵略された際、この修道院が包囲されたにもかかわらず、奇跡的に残ったのは、 このイコンが守ったからだとされている。この一件は軍事的には重要ではなかったが、これによってポーランドの抵抗が盛り上がった。ただしポーランド側は即座に選挙区を盛り返したわけではなく、クリミア韓国との同盟後にスウェーデン側を撃退することができた。その直後の1656年4月1日、ポーランド王や二世はリビウの大聖堂で、 神の母の庇護のもとに国を捧げることを誓い、彼女を彼の王国の守護者にして、女王とすることを宣言した。3、カーピック、ボイチェフ、チェスタコーブスカホデンゲトリア、コピーライト、ワイドニクトゥコンザーワトロ・ジェイル・ストッキー、ワイドニクトゥーバーンハード・ノム、D、ペルプリン、ピアニッシモ、302、ありがとうございます。